高輪ゲートウェイ駅は東京都港区港南2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。線路名称上の所属路線は東海道本線であるが、当駅には同線の電車線である京浜東北線及び山手線のみが停車する。JR の特定特殊内制度における東京都区内及び東京山手線内に属する。当駅には TGW の 3レターコードが付与されている。JR 東日本は2014年6月3日に、田町駅から約 1.3km、品川駅から約 0.9km 付近の位置に、新駅を建設し、2020年の東京オリンピックパラリンピック開催に合わせて、暫定開業させる計画を発表した。用地に関しては、約20ヘクタールある東京総合車両センター、 摩地センターの設備や車両留置箇所の見直しによって創出される約13ヘクタールの再開発用地を利用するとした。新駅は、都営浅草線、京急本線千賀久寺駅から300メートルほど南東の場所に位置する。新駅設置は、山手線では1971年に開業した西日暮里駅以来、京浜東北線では2000年に開業した、 埼玉新都心駅以来となる。2020年3月14日のダイヤ改正に合わせて暫定開業した。2024年度に本開業の予定である。2018年6月に JR 東日本が行った駅名の公募では64,052件、13,228種類の応募があり、1位が高縄で応募数は8,398件、2位が 芝浦で4265件、3位が芝浜で3497件、4位が新品川と千楽寺で同数の2422件だった。ただし、正式駅名に採用された高輪ゲートウェイは36件で130位であった。決定した駅名について世間からは反対意見が紛失した。オンライン署名サイト change.org では、 駅名撤回を求める署名運動も行われ、2019年1月までに集まった47,930人分の署名が、コラムニストの農長ミネコ、地図研究家の今尾圭介、国語辞典編三社の今広明によって、JR 東日本に提出された。署名を受け取った JR 東日本は、現時点では駅名を変えるつもりはない。 駅名を変えるよりも浸透させる努力をすると回答。JR 東日本は古来より街道が通じ江戸の玄関口、高輪大木庫として賑わいを見せた地であり、歴史を受け継ぎ今後も交流拠点としての機能を担うことで、過去と未来、日本と世界、そして多くの人々をつなぐ、結節点として街全体の発展につながるようにとの願いを込めて、 選定したとコメントしている。また、駅周辺の再開発エリアは、グローバルゲートウェイ品川と名付けており、投票1位の高輪と再開発コンセプトのゲートウェイを組み合わせたことによる、JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託している、品川駅管理の業務委託駅。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。駅舎は主に鉄骨造りで、 地上3階、地下1階の京上駅舎を有する。高さは約25メートル、長さは約120メートルあり、1階がホーム、2階が改札、改札外でッキコンコースイベントスペース、鉄道テラス、2.3階に店舗が入る。コンコース中央部には見通しが良く、利用客がわかりやすい空間を実現するために、大きさ約1000平方メートルの吹き抜けがある。 2階にある広さ約300平方メートルほどのイベントスペース、鉄道テラスからは、ホームや街の賑わいを望めるのに加え、隣接する車両基地に停車している電車などを眺めることができる。改札口や改札外デッキ、店舗は現時点で、田町駅側のみ整備されており、品川駅側は、本開業の2024年度以降に整備される予定。 駅舎は駅を中心とする21世紀のアーバンデザインのモデルケースにしようと、駅町一体というテーマをもとに設計され、デザインアーキテクトは、国立競技場などで実績のある熊健吾が、照明デザインはメンデカオルが担当している。国際交流拠点の中核施設として、ジャパンバリューを発信していくため、鉄道に関わる安全性や高い技術品質を守りつつ、 折り紙をモチーフとした大屋根や障子をイメージさせる膜、木といった素材を使用することにより日本的な価値を体感できるものとなっている。開放的な空間を実現するため、コンコースやホームから空の色や雲の流れを確認できるように、屋根は光を透過させ、つつ熱は遮断する膜構造を採用。また、カーテンウォールはガラスを使用し、合わせて、 町との空間的な連続性を高めるため、風雨を遮る最低限の範囲に止めている。駅正面看板のフォントには、病町体が使用されているが、病朝体採用の是非をめぐって、前述の駅名問題を再燃させた。JR 東日本は、次世代の駅へ向けての実証実験開催駅、新しい技術を導入するショールーム的存在としても、位置づけている。 QR コードを使った自動改札、人工知能案内ロボットの配置、無人コンビニエンスストア解説が行われている。なお、QR コードを使った自動改札の実証実験は、2020年9月15日から9月29日に実施された。駅ホーム証明には、パナソニックの PLC による自動調光調色システムを採用し、昼は昼、白色、 夕方からは、電球食に朝食される。全ホームで、スイッチ制作の発車メロディを使用している。開業1年目の1日平均乗車人員を2万3000人と、JR 東日本は見込んでいたが、新型コロナウイルス感染症の流行による外出の自粛やテレワークの普及などにより、開業から2月末までの乗降人員が計362万人となっており、 当初見込みの2割程度と利用が伸び悩んでいる。当駅からの最寄りバス停留所は、第一京浜と東京都道415号線上に、ある、仙岳寺前及び、第一京浜上にある、高輪北町で、以下の都営バスが発着している。外部から駅へのアクセスは、高輪側の第一京浜千学寺交差点から、移設された山手線、京浜東北線軌道跡を横断する。 港区特別駆動1号及び193号が駅へと引き込まれている。また、将来的には、芝浦港南側へ、東海道新幹線上をまたぐ歩行者専用の線路湖線橋を整備する計画がある。駅名の決定にあたり、JR 東日本は、この地域は古来より街道が通じ江戸の玄関口として、賑わいを見せた地でありと発表した。 本駅の西側を走る国道15号沿いにはかつての江戸府内から東海道への出入り口にあたる高縄大木ア跡がある。今後 JR 東日本は周辺地区をグローバルゲートウェイ品川として5000億円を投じて再開発。オフィスやホテル、商業施設を含む高層ビル7棟を完成させ2024年頃に待ち開き予定。 再開発は JR 東日本と都市再生機構が協力して進める。2018年8月に東日本旅客鉄道から都市再生特別地区都市計画の概要が公表された。大合駅の計画は東京都港区港南2丁目、芝浦市定目、高輪2丁目及び三田3丁目各地内で区域面積は約9.5ヘクタール。 田町よりから当駅周辺まで4つの外区に分け、予定工期は2019年度から2024年度までの6年間としている。2020年4月3日に国土交通大臣が都市計画を認可し、工事の着手をした。しかし、後に再開発地区で発見された高輪地区邸の保存のため、再開発ビル4棟のうち1棟の設計の見直しや、 計画変更手続きを今後行う予定である。発掘された高輪築堤高輪築堤の石積み日本初の鉄道の開業時に、イギリス人技師エドモンド・モレルの指導のもと当時の海岸線に沿うように約2 7キロメートルの包みを建設して線路を敷設したが、明治末期から昭和初期にかけて付近の埋め立てが進んだため正確な位置がわからなくなっていた。 しかし、2019年4月に東駅西側周辺の再開発工事に際し、約 1.3km にわたって高輪築定の遺構が発見された。JR 東日本は高輪築定の調査や研究を港区教育委員会などと進めた上で、築定の一部保存及び地区保存を通じた公開展示などを検討している。また、港区の監督のもと、 外部の有識者らで作る高輪築堤調査保存等検討委員会を設置し調査を進めている。しかし JR 東日本側は調査や保存による再開発計画見直しの懸念もあり全面的に保存するのは難しいとしている。これに対し日本考古学協会は2021年1月及び同年3月に高輪築堤は 日本最初の鉄道が開通した際に作られた世界的にも珍しい会場築堤であり、小規模な一部保存では高輪築堤の意義が損なわれるとして、JR 東日本や文化庁などに対し現地での全面的な保存を求める要望書を提出している。他にも産業遺産学会や日本歴史学協会など20以上の団体から保存などの要望が出ている。 文化財の指定等及び保存、活用に関しての事項の調査審議を行う文化審議会文化財文化会も日本の近代化に関する遺跡として重要と評価し、現地保存を求めるという意見表明を文化庁に提出している。文部科学省は国史跡の指定も視野に調査費の支援を進める考えを示している。 これらの意見を受けて JR 東日本は2021年3月23日に計画中の再開発ビル4棟のうち1棟の設計を見直し、築堤の一部を現地で保存する考えを示した。設計変更などの費用は概算で300億から400億円程度を見込んでいる。同年4月21日には JR 東日本が高輪築堤調査 保存等検討委員会が取りまとめた内容を踏まえて、第7橋梁付近約80メートルと、公園林設部約40メートルを、現地保存、信号場跡付近約30メートルを、一区保存、その他の地区は記録保存をすることが発表された。同年5月17日に解体、記録する、本調査を着手している。注釈出展報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。